当たってんねん。当たってんねん。ね、今日の主役俺ちゃうけん、桜やけん。今日の主役は桜やけん。俺取ったらあかんよ。来たことだから。取るなっつってね、桜やから。今日の主役桜、わかったわかった、絶対こっち向けんなよ。取るんかいおい。ここ、道後公園ね、ここ全部が道後公園じゃないですけどね。バー人っ子一人おらん、人っ子一人おらん、全然おらん。桜ですわ。知ってました？ジャパニーズサクラ This is ジャパニーズサクラ This is ハメめっちゃ集まってくる。何これ。俺を竜宮城へ連れて行ってたもん。きびだんごはこれ。物語変わってるやん。くれんならええわ。もう沈んでいってやる。アフレコいらんねん。何また何次は何何で回してんのこれ。何よ、次何しようとしてんの。歩き回ったけんお腹すいたやろ。お腹すいたよ。うん。何ちょっと作ったんよ。ご飯。うん。うん、ありがとう。食べたい？え、食べたいよ。うん。うん、じゃあ、出してあげようじゃん。何、次、何企んでんの？普通に、おにぎり。おにぎり？うん、ありがとう。あ、間違えた。何を、間違えることないやろ、おにぎりやねんか。おにぎりやねんか、間違えることなんかないやんか。いや、間違えた。これ、味が違う。アホなんなあ。アホなんなんなん。美味しそう。なにこれ。すごい。ちょっと待って、これ普通のおにぎりの。これは私のや。いやいや、私のやじゃなくて、これ、え作ったん。作るやろ。アホやな。アホやな。俺の顔と同じサイズ。うん、ちょうどいいやん。厚みも俺と同じサイズ。アホなん。そんなおにぎりだったら誰も食べれん。何これもう。すごー。食べれん。すごい。何個？3個ぐらいあるかな。そんなんあんの。よう作ったな。うん。頑張ったさ。さ、喉冷たい関係お茶あげよう。じゃがりこ。ややこしいな。ややこしいな。お茶の入れもややこしいな。ええわ、もう食べます。すごい。でかっ。いや、自分で作ったやね、これ。これ自分で作ったやね。美味しそうやん。美味しそうやけど。ほら、もう見て、でかすぎて海苔割れてもてるやん。関係は海苔がいい。いただきます。全部食べれるんか。一口こんだけよ。見たことないわ。食べますよ。サンゴ？うん。食費が大丈夫かな、これから。なんやかんや、米が一番食費かからんやろ。うん。いいことや。うん、お腹すいとったけ。うん。でかいな。入るんかな、そんなに。わぁ、すごい。漫画盛り以上やか。漫画盛りがある。大体どれぐらいない。違う。2号分ぐらい。うまい。これだけで食うとったら、なんかほんまに喉詰めてまうじゃん。うん。気をつけて。うん。あ、おかずあるやん。
あ、言うな。美味しそう。でかいわ。ゆっくりでいいんや。うん。全然ね。サイズ出るほら。あんだけ食うてんのに全然サイズ減らん。でや。早食いやのにね。ゆっくり食べる。早食いなん。いつも早食いやん。3口噛んだら飲むやん。3口。3噛みしたら飲むやん。ああ、しゃっくりが出や。すごいね。作った人は褒めないか。あんたよ。あんたよ。よう食べるな。全部食べれるとは思ってないんやけど。残った分は、もう、夜ご飯や。焼き飯してあげる。焼き飯サイズのこれはいらん。残った分の方よ。生米言うんだ。炊いてない状態。150。炊いたら何グラムになるんだろうね。何グラム？1合何グラム？水の量とかでもやるか。うわぁ、すごっ。米1合は150g、生米。生米やろ。3合で 450g。 はい、炊飯すると 2.2 倍になりますから、何キロ？ 990g。 1キロ入ってるやん。1キロやったら食べれる。食えるか。1キロの米、やば。だいたい米だけやもんね。向こう言ってんやけど、グー入ってるやん。グー、10g なわけないやん。あ、そうか。余裕で1キロ超えてるやん。ほう。食えるけど、これぐらいから。あ、1滴はあってんな。1キロぐらいないやん。逆に。この1キロは食えるわ。へえ、今の腹何分目？分からん。へえ、これ全然食えるわ。それ全部食べた後、なんか食べれる？食べようもんじゃん。うーわー。
大きなるはずやで。やかましいわ、やかましいわ。でもちなみにおかずは名前とウインナーを入れてくれてます。ツナマヨ入れるあたり俺の好み分かってるわって感じやから。うん、入れんとうるさいやん。なんでそんな言うたことないやん。作ったわほんまに。どうしたこんなところ。チーズもおすすめやね。おにぎりにチーズって思って。米にチーズ入れた。うん、美味しいよ。あと枝豆やね。結局あれやな、酢の名前が一番いい。あれも好み。梅干しがいいと思うかもしれない。梅干しも良かったね。うん、あんたもあんた、おにぎりで一番好きな具材なんですかって。多分ツナマヨ一位だと思うんだよ。明太子。いや、でも俺コンビニ勤めとったのか分かるけど、発注数が違うわけや。やっぱツナマヨ発注数めっちゃ多いから。売れるからや。それはせこいな。何や。コンビニ店員あるある。勤めとってんか分かるに決まってんやん。もう今あとあれや、おにぎり2個分ぐらい。うわ、だいたい1個何グラムやるね。あ、1合も食べるけん。うん、だいたいお茶碗1杯 80g、 80g のおにぎりとすると、やっぱ10個、数学の授業のおにぎりを1個 80g とすると。いや、算数嫌いなのに。でも10個分ぐらい。うわ、10人前やで。おにぎりを1個 80g と仮定して、X 個を食べた時、1キロに到達するには何個いるでしょうみたいな問題出しちゃうみたいなことだろ。もうそんなん言われたら分からんけど。こういう問題一つある、ね、うん、10個分、だいたい10個分。あら、100g としたら、そうや。1個が 100g やったら、おにぎり10個分やな。いつもの食事じゃ物足りてない。物足りてないんか。でも言いづらいわ、もう言いづらいわ。もうちょっと食べれるよっていうところだけかな。うん、まあ食べ過ぎても体にね、よしあしやから。いいやろ、足やろ。足悪し。よくはないの、食べ過ぎは。うん、今も多分食べ過ぎ、まあ作ってから言うのもあれやけど、完食や。そんなそんなのった。よし、足で言ったら悪いかもしれんけど、うん、
かいっぱい食べれるってことは元気な証拠やから。うん、元気に食べ過ぎて悪くなっても困るけどな。ぐちぐち言うな、作るな。お疲れ様でした。